コバチャンネルベイタということでね、今日は、とある、一件の、ツイッターに投稿した、声のツイッターに投稿する意味あるっていう記事について、ちょっと話していきたいなと思います。はい。これはとあるツイッターで、投稿した、1万3000リツイート、来てるやつなんですけど、この彼女が、6月の、何日か、交通事故で天国に旅立ちました。ね。で、お葬式来てくれた方、お通夜来てくれた、ありがとうございます。ね。そう書いてあるの。全部内容は言わないけどね。でも、これを、よくよくツイッターでリプとか、FF 外から失礼しますっていうのを見てると、何やらその亡くなった彼女っていうのは、16歳、未成年でね、お酒とか飲んで、で、それで無免でバイクを運転して、で、こういう結果になっちゃったっていうわけなの。そこ間違ってたら俺は申し訳ない。そこはしょうがないけどね。けど、まず第一に考えて、このツイッターでそのようなことを言う必要はありますかって話なの。まずね。で、なんもさ、ツイッターじゃなくてもさ、LINE とかでいいじゃん。むしろ LINE の方が友達とかつながりがあるんだからさ、LINE でこういうの乗っけた方が、みんな辛い思いしたねとかさ、そういうのでいいじゃん。なのに、なんでツイッターでさ、言う必要なの？しかもリツイート1万3000で。そうかんね、見ると、こっちからしてみると、お前それね、リツイート稼ぎやんって思うの。で、彼女を運転して、殺そう、運転してた人を殺そうとは思いませんって言うけど、いや、矛盾してるでしょ。矛盾してるでしょ。だって、殺そうとは思わないって言うけどさ、それお前本当に彼女のこと思ってんのってまずまず言いたい。いや、普通そんなさ、殺されてさ、全然悲しくない。別に恨んでない。言うやつなんかいないから。まずね、まずそこだから。で、いろいろとツイッターでさ、死んで当然とか言われたら挙句の果て、鍵アカですからね。いや、意味ないじゃん。しょうがない。それだったらしょうがない。しかも、またリプとか見てるとさ、僕も3年前に彼女を亡くしましたとかさ、あと、大変ですね。いやいや、お前ら偽善しゃぶるなよ、みたいなね。だから結局さ、ツイッターで言って、なんていうの？あるじゃん。こうメッセージっていうかメモのアプリ使ってさ、僕は憧れの人の背中を追うためにアイドルを引退しましたとか、そういうのは全然いいじゃん。みんなにも伝えたいじゃん、そういうの。けど、この今回のその彼女亡くなったツイートに関しては、正直、どうでもいいし、普通だったらつぶやかないから。じゃあ何？じゃあ自分の彼女じゃなくてさ、じゃあ父親とか、家族が亡くなるとするんじゃ、何ツイッターでつぶやくの？僕のお父さんはいつも朝早く起きて、夜遅くまでお仕事頑張ってました。でもそんなお父さんは、今日、車の交通事故に亡くなりました。今後このような事故は起こしたくありません。なので皆様、なんとかご協力お願いします。で、リツイート増えました。で、またリプ来ました。で、みんなも、酒飲んでたのかしょうがない。普通の事故か分かんないけどね。でもそうなるから。だからね、結局、もうちょっとね、そういうのは考えた方がいいと思う。全然こういうコメント、ね、YouTube のコメントでバカ友が来るけど、もういいよ、コメントくらいは返してあるよ、俺は優しいし、暇だから。というわけで、今日はさ、これくらいに終わらしとくけど、万が一、間違ってたらごめんね。その記事に対して。それは悪いと思う。失礼。